抜き足差し足忍び足抜き足差し足ガラガラあー袴が抜きっぱなしあーブログ店の動画こんにちは百秋武道具店のうがです。出てますかもう脱いだ袴そのままにしてないですか。今日は袴の畳み方をできるだけ分かりやすく説明します。全国のお母さんお子さんが脱いだ袴どうやって畳んだらいいか分からないってことになってないですか。また道場の先生方いつもお疲れ様です。限られた稽古時間の中ではなかなか袴の畳み方まで教えることってできないですよね。気持ち本当に分かります。そして剣道やってる皆さん袴をきれいに畳めることっていうのは自分のね剣道に対する取り組み姿勢を表してるんです。上手い人見れば袴がやっぱりピシッとなってますから。今日このビデオを見るだけで自分一人で袴がきちっと畳める方法が分かるようになります。今日もできるだけ分かりやすく説明しますのでぜひ聞いてください。そしたら早速袴の畳み方やっていきたいんだけど僕今ここにいるからねみんなと同じ目線で上から撮ってます。そして一つ目はですね一番大事なことは腰板をね左側にお尻を上側にこううつ伏せになるようにね最初置くんだけどこの時にね袴が畳める人っていうのは床に置いた段階でもうねある程度コンパクトに置けてるんですね。一方袴が畳めない人っていうのはどうなるかっていうと床に置いた時にこうねちょっとねわさっと広がっちゃうのわさっとこうなるともうやっていくのが大変なんで最初からある程度畳めるようにコンパクトに置くと裏返して置くとそんなやり方なんだけどね大丈夫ですよ。まずこうなってるでしょ。袴ってみんなねこうスカートみたいなの想像してるかもしれないんだけどスカートっていうよりもむしろワイドパンツズボンみたいにねこの足と足との間に布地があるんですよ。この部分をマチって言います。この部分がねこう床に裏返して置いた時に中でモソモソっとするんですよね。外からは分かんないんだけど中の方でこうモソモソっとしてるとこれがちょっと難しいと。でそれのやり方はまずこうやってね自分が履く形で持って腰板を自分の顎で挟みます、ね、そして左手で前側を持ちます。いいですか。そうするとほら中にね右足と左足こっち右ねこっち左ねこの間にこうやってねほらこの間に仕切りがあるでしょ。この仕切りを自分の空いてる右手で右側自分の右側に折ります。下の方までね上だけじゃなくて下の方までね折ります。そしてこの状態で重ねます。いいですか。見ててよ。これで床に置くとそーっと置くとほらある程度コンパクトに置けるとこれですね。まず1番目はねまあそんなこと言ってもねどうしたって広がっちゃうんだよっていう人はさっきの右手でパーンってやるでしょ。そして重ねて置くときに置くときにこの裾が広がっちゃうんで裾をねちょっと持ってください手でね。そのまま置いてやるとコンパクトに置くことができます。じゃあここから2番目のポイントになりますけども、裏返してこう紐がねちょっと邪魔にならないようにしといてここから裏側から合わせていきます。いいですね。裏側着のポイントっていうのはどこに折り目があるかというとこの真ん中の折り目っていうのは実はね左と右にこうなってて実は2センチぐらいここで重なってるんですよ。ここ重なってます。はい、いいですね。でここをまず合わせてやると合わせ方、シワのなくし方っていうのは2つの技を使います。1つは上下引っ張りです。上下引っ張りですね。上下引っ張りそして2つ目は手アイロンです。手アイロンでこうやって、中のシワとか空気とか抜き出します。それで後ろ書きで合わせるところはこの真ん中のところねこれ内側にもう1個あります。これとこれを2センチぐらい重なってます。こことこの横両サイドですね両サイド上側とこの下側かこの両サイドが合えば後ろは完成と。でこれひっくり返すわけですよね。それでひっくり返し方っていうのはこれを左にある腰板と前側の帯下を右手で持つんですよ。右手で持って空いた左手はここに持ってきます。ここに持ってきます。それでさっと裏返すと。じゃあなんとなく、表側もまあ、ちょっとこれ合ってないけど
できましたと。これ裏側合ってますからね、これでいいんですよ、まあ、表側はまだこうなってます。まあ、さっきのねひっくり返すやつなんだけど、どうもちょっと難しそうっていう人は、どうなっちゃうかっていうと、ここがひっくり返してる時にバラってこう広がっちゃうんだよね。なのでせっかく合わせた後ろ側のこの真ん中、この上の方だけです。ここを洗濯バサミで止めといてください。もうこれで完璧です。そのままあとはひっくり返せば、ほらもう絶対ずれないです。絶対ずれない、これ何回でもできちゃうね。洗濯バサミよかったら使ってみてください。そして次に表側のひだを合わせます。表側はひだは5本あるんだけど、どこから合わせていくかっていうと、端からとかじゃなくて真ん中から、中から合わせていきます。中から1本1本合わせていきます。はい、これ合いました。次これかな、よいしょ、これ合いました。使う技は上下引っ張りと手アイロンでしたよね。手アイロン、上下引っ張り、次これかな、よいしょ、これかな、はい、上下引っ張りと手アイロン、はい、こっち側合いましたね。じゃあ上側も合わせていこうかな。上下引っ張りと手アイロンで、これね、上下引っ張りと手アイロン、中の空気も抜いて5本のひだとこの上側、このサイドね、両サイド、ここを合わせてます。ここで、上下引っ張りをして綺麗に整えることができました。で次はここのちょうど帯の下ぐらいね、ここから両サイドを折ってやります。こっち側も折ります。これ折らないとどうなるかっていうと、折らないままやると最後これ三つ折りするんだけどね、こういう風にね、変なでっかいね、なんかでっかい畳んだ感じになっちゃうんで、ちゃんと正方形に仕上げたいので、この状態で両サイドを折ります。両サイドを折ってやりますですね。手アイロンよ、手アイロン、手アイロン、いいですね、手アイロンね。でこれができたらこれを三つ折りします。で三つ折りのやり方っていうのは、ここがね折るときにばらけるんで、ここを手で、左手でね持ったまま、持ったままいきますよ。右手で3分の1のところ、よいしょ、こうね、はいと、いいですか。でここもまた手アイロン、手アイロンですね。上下引っ張りと手アイロン、空気を抜いて、そして2回目折るときに、折るときにここのラインとここの腰板のラインをちょうどになるように揃えますですね。ですね。でこれでひっくり返すと完成ということですね。それで最後にこの紐ですね、この結び方やりたいんだよね。そうだよね、この結び方のやり方説明します。袴の紐っていうのは4本あって、後ろ側が短い、これ腰板についてる方ね、これは短いです。そして前側についてる方が長い帯ですね。で最初に使うのは前側の長い帯です。これを左右とも4分の1、半分の半分ね、半分の半分に折って、よいしょと、こういうふうに斜めにね置きますですね。こちら側も半分の半分に折って、これを斜めに置きます。ちょうど真ん中でね、こういうふうにね X、×の印になるようにします。でこれね、紐ね、こういうふうにくにゃくにゃってなってるの、これはね良くないんです。実はこうやって毎回毎回本当は広げてやる必要があります。これちょっと良くなかった、ごめんなさいね。で次に残った紐、短い紐をここの X のところに巻きつけていくんですよ。でこれのやり方なんだけど、じゃあ行きますね。まずは片方から行きますね。片方をこの X の真ん中を向こうから、上から行って下に抜いていきます。上から行って下に抜いていきます。ちょっと見ててね、行くよ。上から行ってこう行って、ここを真ん中のところを下に出していきます。いいですね。まずここまでね、わかりますか、ここまでね。そしてまだ紐長いよね、もう一周したいんだけど、今度はもう一回上じゃなくて今度横に行きますですか。上じゃなくて横に行きます。今度横、ここね、ここに行きます。ここに行って戻っていきます。いいですか。反対側も行きますね。じゃあ最初真ん中行って戻していきます。真ん中行って戻していきます。そしてもう一回真ん中行きたいんだけど、今度は横へ行きます。横へ行って戻していきます。
ですね。はい、こうなりました。で最後この余った紐どうするかっていうと、ほらこことここにさっきまでなかった輪っかができてるんですよ。ここに最後入れてやります。なんだけどちょっと見といてね。こうやって最後、右の紐はこっち左側に入れます。ここに入れます。そして左の紐は右に入れるんだけど、ちょっと見といてね。ほら完成って言いたいんだけど、ちょっと紐が長いじゃない、はみ出してるよね。これちょっと格好悪いんですよ。なので最後この輪っかに通すときにはちょっと半分ぐらい折ってもいいです。これも袴によって紐の長さって違うので、折って入れてあげた方がいい場合もあります。こうね、そうするとどうですか。はい、じゃあこれで袴の完成です。お疲れ様でした。じゃあ最後に剣道着の畳み方説明します。剣道着はね、この横をねしっかり、合わせて、こうシワにならないようにしてください。そして襟は左側の襟が上に来ます。左側の襟が上に来ます。いいですね。そしてこのラインで前身頃を折って袖を折り返しますですね。で反対側も左右対称になるように折って、袖を折り返します。いいですね。手アイロン手アイロン。そしたらこれを最後三つ折りにします。点点点点点三つ折りにしますですね。ばらけないようにばらけないように点点点。はい、剣道着はこれで完成になります。いかがでした。以上が袴の畳み方の動画になります。僕のチャンネルではこのように小さい階段を少しずつステップアップしていけるような動画を配信しています。今日もご覧いただいてありがとうございました。またいつかお会いできる日よ。ホームページが新しくなりました。剣道具の選び方の動画が100本以上あったり、かっこいい剣道具のウェブシミュレーションができたりします。無料カタログもこちらからプレゼントしています。ぜひ遊びに来てください。